はい、こんにちは。ソニーショップテックスタッフ店員佐藤です。今回ですね、どうだビッグサイトで開催されているジャパンモビリティショー2023に、お邪魔してきましたので、それを簡単に、7C2で撮影してきましたので紹介していきたいと思います。東京モーターショーと呼ばれてたものがジャパンモビリティショーという名前に変わって、今回初開催になります。自動車だけではなくてモビリティ、移動体すべてですね。まず最初がこれ、イスズの UD トラックのところにお邪魔しました。アクティブステアリングというトラックのハンドルをですね、補正してくれるようなシステムを展示していて、僕生まれて初めて、シミュレーターですけど大型のダンプを運転させてもらうことができました。すごい高い席からの眺めがとても楽しかったですね、シミュレーターとはいえ。続いてはダイハツにお邪魔します。こちらはユニフォームカーゴというバッテリー EV の商用車ですね。こちらはお散歩というダイハツさんの K の、バッテリー EV、 非常にコンパクトでオープンカーで、お散歩という名前がなかなか面白いですね。メーター類はこうやって、なんだろう、スマートフォンを使うんですかね。こういうふうに簡素化されたあのものと、あとディスプレイをドバッと一面にあの展示するものと、大体こういう2種類になるかな。これはビジョンコペンという、FR の車になるそうです。コンセプトカーなので発売されるかどうかは分かりませんが、こんなのあったらどうでしょうという提案ですね。 K の、コペンがそのまんまなんかワイドになってスポーツカーになった感じですね。こちらミーモという、こちらもやっぱり、K のバッテリー EV カー。見ての通りカスタマイズして、あ、これダイハツのマークにしてるんですかね。こうやって自分でパーツをカスタマイズして車を飾ることができるという提案の展示。中もこうやってなんか簡単なおもちゃみたいといったらあれですけども、簡素化されてて、こちらもあれですね、ディスプレイのところがスマートフォンみたいになってます。で、ミーモのこちらは、提案展示というか、こうやってパーツを自分で組み合わせて自由にデザインすることができるよという提案なんだと思います。こちらの方には替えのパーツをこうやって展示してるんですけども、3D プリンター、まあなかなか個人では持てないんですけど、これが例えば販売店にあって、そこでお願いして自分の好きなパーツを作ってもらって、それを装着できるとかっていうようなことができるようになったら面白いかなという展示なんだと思います。さあ続いてトヨタです。ここがもう今回一番混んでたというか、ものすごいけたたましい人の数で、僕オープン10時過ぎに入ってるんですけども、入った直後にはもうこれぐらい混んでいましたね。こちら遠くに見えるのは FTSE というバッテリー EV の車。もうステージの方にも全然近づけなくて、ちょっと車遠目にしか見れなかったんですけども、これが、トヨタさんのバッテリー EV カーのご提案なんだそうです。こちらは、スペースモビリティという、月面探査をするような車というコンセプトのものだそうです。続いてマツダさんにお邪魔しました。 U のスロードスター懐かしいですね。でここは、マツダアイコニックスポーツなのかな、マツダアイコニック SP という車の展示がこれです。もうすごいかっこいい RX7 を彷彿させるような、で珍しく今時リトラクタブルライトがついています。これがステージ上でこうやって回転しているんですけども、予約された方とかなのかな、申し込みをするとこうやって中に入ってきて車に近づいて写真を撮ったり見たりすることができるという、イベントをやっていたみたいです。増田さんはこうやって遠目に高いところから車を見ることができたり、なかなか面白い展示方法をしていてワクワクさせてくれます。こちらスバルさんです。スポーツモビリティコンセプトというバッテリー EV のスポーツカー、四輪駆動で走るんだそうです。かっこいいですね。で、これよりもですね、もっとすごいのが後ろの方に見えますけども、なんかサンダーバードに出てきそうな未来カーエアモビリティコンセプト
なんだろう、もうドローンを使ったような、昔空飛ぶ車っていうとヘリコプターみたいな感じだったんですけど、もう今はあれですね、でドローンの形に近いような車を作れるんじゃないかという、スバルさん航空宇宙事業もやってらっしゃるので一番現実味のある、モビリティかもしれません。こちらソルテラ新型、まもなく発売になるそうです。デリバリーもうすぐなんですけど、そうすると那須平成の森にこの車も、使われる予定でいますというふうにおっしゃってました。さあ続いてメルセデスです。こちらは EQS450 という車ですね。こちらはディスプレイがこうやって、一面助手席の方まで広がっています。こちら、アンマゲーの S63E という車なんだそうですが、3600万円だそうです。もうすでに販売されてる車なんでしょうね。頭金800万円で月々36万って書いてありました。コンセプト EQG オフローダーのバッテリー EV 車だそうです。オフローダーなんですけども、タイヤはこうやってものすごくセミレーシングみたいなタイヤになってるのは、やっぱこれバッテリー EV だからなんですかね。履き替えて使うっていう形なのかな。なかなかかっこいい車ですね。さあ続いて、日産です。来年の春にはですね、東京でフォーミュラー E が開催されるんですが、そこに登場する車なのかな。2018年から日系メーカーとして参戦しているそうです。桜の模様が日本らしくていいですね。さあそしてここから、こちらは、コンセプトカーハイパーツアラーという車で、中はですね向かい合わせの席になっていて、まあ、リビングはそのまま移動するというようなコンセプトの車になっているみたいです。こちらは、ハイパーフォース1300馬力あるそうです。 GTR みたいですね。これはハイパーパンク、ポリゴン調の車で面白いですね。これも、BMW ビジョンニュークラッセという車だそうです。これもバッテリー EV かな。かっこいいですね。こちらメルセデスとは別逆でシンプルな内装になってます。ミラーもこんな鋭角になっててかっこいいんですけども、実際に走るとこれなんかちょっと切れそうで怖いですねでもかっこいいな。デザインもいいですね。ホワイトにイエローがこうちょっと入ってるような感じで、こういうコンセプトカーを展示されていました。こちらは IX2 という車で、これももう市販されてる車なんでしょうね。こちらが i7、バッテリー EV 2190万円だそうです。こちらもディスプレイがやっぱ特徴的で、こうやってずらっと長い細長い面がありますね。こちらが XM レベルレッドという車。なんかこれバイオ Z で最初に出た限定カラーのビームスエディションになんかすごい似てるな。全世界500台限定だそうです。続いて鈴木さん。鈴木さん。おなじみ、愛車のハスラーが展示されていました。船外機がここにあるんですけども、モーターボートの、これが、電動で動くんだそうです。で、鈴木さんでもこうやってやっぱ空のモビリティを、開発してますというアピールをされています。それとこういうバイクとも自動車とも言えないなんか中間系のものも入って、これが、バッテリー EV のコンセプトカー、スタイリングがハスラーなんですけど、ハスラー EV みたいな感じで出てくるんですかね。次乗り換える車これになるのかな。はい、次はこちらヤマハさんです。ヤマハさんというとバイクのメーカーさんでもありますが、これなんかジープっぽい面白いオフロードタイヤのついているバイクで、走破性高そうですね。昔こういうのがあると軍事用にって感じだったんですけど、今もうアウトドア目的みたいな。こちら、研究用の水素エンジンを搭載したスクーターだそうです。水素ガソリンエンジンをちょっと改造するだけで水素って使えるらしくてですね、これで今実証実験をして、こちらは、メーカーさんの中の社員のバイクが好きな人は電動モーターのバイクを作ったんだけど、音が、どうも面白くないのでスピーカーをつけてエンジンを鳴らすというようなことをして、作って、どんな走りの楽しみがあるのかっていうのを試しているそうです。
こちらは中国の BYD というメーカーさんです。全然ちょっと馴染みがないのですが、今回3社だけ輸入車のメーカーが参戦されている中の一つ、なんだろう、どこのメーカーの車もみんな特徴的なデザインというのがあるんですけど、どれもちょっと見覚えがないというか、見られない車なので、なんか未来の車っぽいんですが、いずれこういうのは見られる時代が来るんですかね。こういうふうに、これも、タブレットとスマートフォンみたいな感じのディスプレイになっています。はい、こちら BYD さんでした。はい、続いてこちら三菱さんですね。ラリアット、はい、今もうデリカミニがテレビでコマーシャルですごく印象深いんですけども、そのデリカミニもこうやって展示されています。かっこいいですね。サクラと同型車ですね。 EKXEV、こちらも電動バッテリー EV カー、こちらも PHEV プラグインハイブリッドの EV カー。さあ続いてホンダさんにお邪魔します。ホンダジェットですね。飛行機の展示がここにありました。並ぶと中を乗せてもらうことができるそうです。ちょっと混んでるので、もう月曜日の平日だったんですけどもね、全然激混みなので全然こういうの並べませんでした。最初のトラックだけ運転させてもらえた感じです。こちらプレリュードです。懐かしい車の復活ですね。僕プレリュードと聞くと、なんかリトラクタブルヘッドライトがすごく印象深いんですけども、今回はそれは採用されていないみたいです。究極のデートカーという風な触れ込みだったんですが、さて今回はどんな車でとなって登場するんでしょうね。かっこいいですね。さあこちらは元コンポの電動版、折りたたむとこういう風にちっちゃくできるそうです。こちらもシティですね。シティの隣に元コンポっていうイメージなんですけど、これまた別のバイクかな。シティのバッテリー EV カー、こんなのがめっちゃ走ってたら可愛いですね。さあお待たせしました。ここからソニーホンダモビリティアフィーラです。アフィーラの展示はですね、車1台だけ展示してあるところで、これは並んでそこの近くまで行くというスタイルになっています。遠目に見ることができないので私も並んだんですけど、2、30分で見に行けたかな。並んでる間はこうやって、ビデオを見ながら、車のコンセプトとか機能を知ることができます。遠目に見えてきました。45個のセンサーを積んで、どういうふうな認識をしているのかっていうのをデモしています。さあこれが、本邦初開会というか、初めて私も見るアフィーラです。今回展示されている車の中で一番展示がかっこいいのがこのアフィーラなんじゃないかなと思います。向こうの方にスクリーンがあって、その映り込みがご覧の通りこんな綺麗になっているので、一番写真映えするんじゃないかなと思います。かっこいいですよね。これなんかテレビコマーシャルを生で見てるみたいな感じで、ちょっと僕は感動しちゃいました。こうやってインフォメーションで、これもLED でパッとつくだけじゃなくて、いろんなデザインにすることができるようになっています。こうやって見るとやっぱディスプレイ部分が一番大きいのがこのアフィーラで、ここスキンで、ガラッと車の外の LED もそうですけども、イメージをスキンを変えることができます。デモではゲームタイトルとかのスキンにしてましたけど、これいろんなものをできますよね。季節とか地域によってスキンを変えてみたりとか、映画とかタイトルのスキン作ったり、自作のスキンとかも貼れたりしたら面白いですね。さあこれがあと2年で発売になります。まだコンセプトモデルなので、実車がどんな形になるんでしょうね。楽しみですね。アフィーラでした。あ、これは、センシングテクノロジーって書いてあるから、どういう風な画像からの認識をしているのかっていうのをデモしている感じですね。続いては、バイクメーカーの川崎さんです。これで、東エリアの展示が
ほぼ全て見終わったのかな。ここから、ハローサイクリングというシェアサイクリング、うちの近所でもやってるんですけども、ここで電動サイクルの展示をしていました。実際にこれをですね、千葉市で今度、シェアサイクルとして始めるんだそうです。シェアサイクルじゃない、シェアバイクか。で、これが歩道モードで6キロの時は点滅をして、で20キロまで出る普通の走行モードだとこうやって緑点灯になるそうです。おまわりさんとかはこれを見て正しいモードで走ってるかとかっていうのを見て取り締まりをされるそうです。こちら春先に僕も乗ったトヨタの、シーポッドに似たような軽自動車よりももっと小さい、電動カー、こういうのが今回割とたくさん展示されていて、これが EV カーとしては普及をしていく新しい世界なのかなと思います。こちら HYSE という水素小型モビリティエンジン研究組合の展示、実際に1月のダカールラリーにこれ出る水素エンジンの車さそうです。川崎、ヤマハ、スズキ、ホンダ、トヨタの、5つのメーカーで連合会を作って組合を作っていて、これで実際にラリー参戦するそうです。これが川崎のエンジンで、ヤマハがチューニングをしているというふうに言っていました。応援したいと思います。1月のダカールラリー頑張ってください。あとは、こうやってレースカー、本物のレーシングカーが、展示、これはルマンで走ったやつですかね。すごい汚れですけども、そのまま持ってきてくれたのかな。こちらもラリー走ってるヤリスですね。ラリーカー実車見るの、こうやって見るの初めてです。この車すごいですね。このエアダクトというか、なんか全部上向いてる。リアウィングもほぼ垂直ですね。上向いてかなり空気抵抗になるんでしょうけども、これでダウンフォースを生み出して走るという車なんですね。さあ、こちらは、インディカーです。佐藤拓磨選手が2回目の優勝をした時の車なんだそうです。シールドもついてるんですね、今のインディカーはね。こちら今年走ってる F1 のレッドブルレーシングの車、チャンピオンカーですね。ゼッケンナンバー1番になっています。ホンダエンジン搭載 HRC か。さあ、こちら商用車の、パズルという車で、なんだろう、これもやっぱシーポッドみたいな感じですけども、ドリンクホルダーがついてるところを見ると、これはもうコンセプトカーではなくて、実際に使用するできる車なのかな。こちらは、スカイドライブというところの空飛ぶモビリティ、朝ドラの舞い上がれのコンセプトみたいな飛行機というかエアモビリティが本当にこうやって開発されてるんですね。こちら大阪万博エキスポ2025のマークの入ってる、バッテリー EV のバスなのかな、水素なのかな。こちらの車はですね、価格100万円以下、70万円とか80万、90万とかで販売している小型 EV 車。かっこいいですね、これもね。はい、こちら、ルパン三世でおなじみのフィアット500ですが、こちら、バッテリー EV 車に改造しているところがあって、これで走れるんだそうです。お値段が600万とか700万でこの車は販売されるそうです。シフトレバーついてますけど、ドライブとパーキングとバック の3段階しかついてない。あとはその隣からも、これは、キャンピングカーコーナーですね。写真とかで雑誌とかで僕もよく見るんですけど、実物見るとなんか感動しますね。質感が本当にもうお家そのものというか、マンションそのものというか、あ、こんなに作り込みちゃんとしてるんだということで、これも実物見ると感動しますね。K のキャンパーありました。これもちっちゃいながらも、あ、これで一人だったらこれでなんだろう、ワーキングホリデーとか過ごしてみたいなと思います。ロボットアーカックス、今回の展示の目玉なんじゃないかと思いますが、身長 4.5 メートル、3.5 トンのロボットです。
実際に人が乗ることができます。ガンダムみたいですね。コックピットがこうやって開いて、もうこれロボットアニメの影響そのものじゃないですかね。乗り込むことができます。そしてこのロボット何ができるのかというと、まずは立ち上がって戦闘モードに入っていきます。さあ戦闘モードになって何をするのかというと、じゃんけんなんですね。この女の子と、じゃんけんをしていました。ありがとうございました。こちらトミカの落書きクルーズというところで、ここにソニーのロゴがあったんですが、追い書きした車をそのまま撮影するみたいな形で、ここにソニーのアルファがありました。さあそしてもう最後の方ですね、スーパーカーがあります。スーパーカー展示です。フェラーリとかポルシェとかのメーカーは出てませんでしたが、ここにちょっとありました。 AZ はマツダの車ですね。懐かしいですね。何年前だろう、30年ぐらい前の車かな。こちら40年50年ぐらい前の車、フェラーリですね。512ベルネッタボクサー。あと珍しいものといったら、キッザニアが、ここに臨時開園していて、各メーカーさんが部品ごとにこうやってコーナーを作って、そこで子どもたちに車作りというものをデモしていました。こうやって一通り回っていくと車が完成するのかな。ということで、ジャパンモビリティショーレポートでした。最後までお付き合いいただきありがとうございました。